はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正隆です。今日は第4回有識者会議の内容に関して解説と私の見解を述べたいと思います。3月の31日に薬物の適正使用というタイトルで4回目の会議が行われました。前半は医療用麻薬、医療用の覚醒剤、そして抗精神病薬に関する話し合いが行われました。で、プレゼンテーションはいつも通り厚生労働省の監視導麻薬対策課、そして医療用麻薬のですね、製造業者の方がお話をされました。で、内容的にどんな感じだったかというと、医療用麻薬と医療用覚醒剤っていうのがどのように厳しく管理されているかという話をされました。そして医療用麻薬に関して、まあ、アメリカでは使いすぎの状況でオピオイド危機が起きているけど、日本では使わなすぎだよねという認識が共有されました。そして麻薬と対照的に抗精神病薬に関しては日本は世界で2番目に使用量が多いという、そういう話がされました。そもそも医療用麻薬とは一体何かというと、これはオピオイド系鎮痛薬というふうに呼ばれる一連の薬のことなんですね。これどうやって作られてますかと言いますと、まずこのケシの花のですね、この花のところをピッと切るとタラタラと乳液が出てきます。これを乾燥させて集めると、これがアヘンなんですね。アヘン戦争で出てきたアヘンです。で、このアヘンからですね、有効成分を抽出したものが医療用の麻薬であるモルヒネになるわけです。このモルヒネっていうのは天然由来のものであるのに対して、これですね、モルヒネを模して合成して作られたのがフェンタニルとかレミフェンタニルと言われる合成麻薬になるわけです。これも病院で広く使用されています。また医療用の覚醒剤なんてものがあるんですかと思った人いると思いますけれども、ビバンセとかですね、リタリンコンサータと呼ばれる飲み薬がですね、世の中では流通していて、これはですね、子どもの ADHD 注意欠陥多動症候群に対して厳しい適用で処方されています。で、こういう飲み薬に関しては、この、ね、静脈に対して注射器で打ち込むと違って血中濃度の上がり方がなだらかなので、まあ、それほど乱用されることはないという話なんですね。またその医療用麻薬に関していろんな国での理想と現実という表が提示されていました。これですね、青がいろんな国の理想的な麻薬の使用量、赤が実際の使用量なんですけれども、アメリカ、カナダなどの北米では使いすぎ、で、一方で日本に関しては使わなすぎということがですね、言われています。なぜ日本でですね、このように医療用麻薬が普及しないかというと、非常にですね、我々としても処方する側は書類的に煩雑っていうのもあるんですけど、何より患者さんが嫌がるんですね。まあ、麻薬に対して非常に悪いイメージを植え付けられていると。で、特に若い人ほど麻薬を使いたがらない傾向があるということが今回ですね、調査の上でですね、示されておりました。これなぜこんなことになっているかというと、このダメ絶対啓発運動が行き過ぎてるんじゃないかということが複数のですね、有識者から指摘されておりまして、それに対してダメ絶対運動を主導しているですね、麻坊センターの藤野さんはですね、委員として入ってますけれども、で、私たちは薬物乱用がダメと言っているだけで、適切な医療用麻薬の使用を妨げる意図はないというふうにですね、おっしゃっておりました。またですね、ダメ絶対の影響で麻薬とか大麻を使わないことの影響ではないかと思いますけれども、日本はですね、鎮静薬とか興奮薬の使用が世界で第2位に多いんですね。まあ、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬とかよく使われているんですけれども、これに関してですね、委員の先生誰かからですね、この抗精神薬の使用に関してはダメ絶対運動をしないんですかっていうですね、質問がされてました。これはですね、皮肉なのか皮肉じゃないのかちょっとよくわかりませんけれども、それに対して監視導麻薬対策課はですね、今使用が増えているのが大麻なので、だからまずは大麻ダメ絶対を頑張りますっていうですね、コメントをしておりました。後半に関してはですね、大麻由来医薬品の医療への活用というテーマで、聖マリアンナ医科大学の転換の専門にする匠先生が来てお話をされていました。これなぜ匠先生が呼ばれているかというと、卵子転換に対するカンナビノイド由来医薬品の治験に向けた課題把握及び今後の方策に向けた研究というテーマで、厚生労働省のお金をもらって特別研究事業というのをですね、3月末まで1年間ですね、次元でやっていたわけですね。で、それのですね、班長が匠先生だったということですね。でも私もですね、班員に加えてもらって研究レポートを執筆しました。で、匠先生が今回ですね、一体どんなことを話したかというと、CBD の医薬品であるエピディオレックスっていうのが海外で転換に対してお医者さんが処方して使えるようになっているから、日本でも治験をしてお薬として使えるようにさせてもらいたいということをおっしゃってましたね。あと、治験をですね、どのようにやっていくかということに関してですね、研究班でですね、検討を行いまして、まあ、治験薬エピディオレックス CBD は医療用麻薬に準じて管理をする方向で考えているということです。
また匠先生たちが目指しているのは保険診療内での処方箋薬品としての使用をですね推奨することであって、言うならば代替医療とか嗜好品としてのですね推奨は彼としてはしないので、監視道の人たちに対してですね、まあ、住み分けを行いましょうという提言を行っていたということだと思っています。まあ、時間に関して治験はどれぐらいかかるかという質問に対して、まあ、どのようなですねデザインでやるかにもよるけれども3年ぐらいかなというふうにおっしゃっておりました。でこの匠先生の発表を受けて、まあ、各委員の方から意見があったんですけれども、まあ、気になったのはですね、CBD をですね大麻から法的に切り離してて麻薬としてですね管理すればいいんじゃないですかとかですね、そうすると治験とか医療用製用ができるようになるわけですね。また CBD 製剤を大麻からイメージ的用語的に切り離して別の呼び方をして利用すればいいんじゃないですかっていうようなことをですね言われておりました。で一方それに対して反対意見として、いやいや CBD だけじゃなくて THC の医学的な有用性は無視し続けてもいいんですかっていう意見が出たりとかですね、大麻や違法薬物を悪のままにしていたら依存症患者への偏見は払拭されないんですかっていうようなコメントが出ていました。でこれに対してですね、まあ、私が個人的に思うことに関して述べたいと思いますけれど、まず1点目、CBD を大麻から切り離して活用するという提案に関してですね、これですね CBD イコール善 THC 悪みたいな二元論は間違いです。明確に、THC も医学的な有用性がありますし、転換診療に関しても THC が入ってた方が医療効果が高いということが明らかになってるわけですね。例えばですねアメリカでシャーロットちゃんが使っていたシャーロットウェブというものには THC 入っていますけれども、日本の患者さんでも日本で流通している CBD だけのものでは発作が収まらないけれども、アメリカからですね、まあ、間違えてこっそり買ってきたこのシャーロットウェブを使った場合にはですね発作がぴったり収まったっていうですね方がおられるのを私も確認しておりますので、まあ、そういう患者さんにとって THC 入ってたものが明らかに効果があると言えると思います。また CBD を麻薬に準じて管理とか規制を行うべきなんではないかっていうのはですね、これやりすぎだと思います。麻薬というのはですね用途が基本的に痛み止めに限られていて、過剰に摂取すると、まあ、心停止オーバードーズで死ぬことがあるというようなですね注意を要するものなんですけれども、一方で CBD っていうのは、まあ、いろんな使い方ができるわけですね。医療用大麻もそうです。かなり多くの病気に対して使えて、かつ安全性が極めて高いんですよ。まあ、過剰に摂取して何か健康被害が起きるっていうことがないわけです。だから麻薬と同じような厳しい管理をするっていうのはこれはやりすぎだし、そういうことをすると今日本国内で流通している CBD も全部麻薬扱いになったら当然流通禁止になると思いますので、これは産業的な可能性を狭めるものだと思います。またですね有識者会議の中で THC の有用性とかですね医療大麻どんな病気に効くかっていう話が一切されないのは、これはおかしな話だと思うんですね。例えば今アメリカでですね35ぐらいの州で医療用大麻っていうのは合法化されていて、州ごとに適用疾患っていうのが示されているわけです。まあ、そういうデータに関して有識者会議の方で見てですね話し合いするべきじゃないかなというふうに思います。また代替医薬品としての医療用大麻っていうのがこれ一切話題に上がらない、これもおかしな話だと思うんですね。っていうのは世の中で使われている医療用大麻の大半は代替医薬品として流通していて、処方箋医薬品として流通しているのは本当にですね氷山の一角だからなんですよ。これなぜそのようなことになっているかというと、一つはですね金額です。例えばアメリカでエピディオレックス買えますよ。ただどれぐらいの値段がするかというと、まあ、州とかによって違うんですけれども、1本あたり1500ドル、で成分1ミリあたり15円っていうふうに言われてますね。じゃあ同じものをですね、サプリメントとしてネットで買ったらいくらになるかっていうと、成分1ミリあたり 1.5 円ぐらいで買えるんですよ。つまり値段が10倍違うわけです。でそうすると、皆さんどっち買うかって言ったらね、同じだったらネットでサプリ買いますよね。ということなので、この処方箋医薬品としての医療大麻とか CBD の開発っていうのは、もう大麻が合法化されていくと先細りになっていくわけですね。まあ、そういうことをですね、考えた上でですね、皆さんぜひ CBD は麻薬扱いすべきなのかとかね、今回の会議の内容に関して、よろしければですね、厚生労働省にですね、お意見をですね、言うフォームがありますので、そちらからですね、皆さんの意見とか質問をですね、投げていただいたらなというふうに思います。ということで、これからも有識者会議チェックしていこうと思いますので、よかったらですね、いいねと拡散の方よろしくお願いします。以上です。